皆さんこんにちは、むちょと申します。世界のパンサラッサが志望馬としても世界レベルっていうことですね。いや、これは大きなバックアップとなりそうです。日本馬初のですねサウジカップ制覇に、そしてドバイターフガチと中東の超高額 G1 を逃げまくりですね、獲得賞金ランキングでは5位にも入るですね、まあ本当歴史的な一頭なわけですけれども、まあその現役時代同様ですね、勝負としても世界での活躍っていうのが期待できそうです。まあむしろですね、日本以上にこれは大きなバックアップが期待できるんじゃないかなっていう状況になってきておりまして、というのもですね、本馬はその実績をやはり海外の方からも認められましてですね、オーストラリアへのシャトルっていうのが決まってるんですよね。でまあそれをですね主導した馬主さんっていうのが、まあ非常にね大きな資金力のある馬主さんっていうことになっておりまして、いや衝撃のですね本場のための爆買いっていうのを決めてきました。こちらご覧ください。パンサラッサの嫁探したいっていう名をね、メイン言って、そのオーストラリアのね、繁殖セールにて、13頭の購入、その総額、日本円にして5.3億円のね、購入っていうのを決めてきました。もうこの馬たちすべてがですね、まあ、パンサラッサに配合される予定っていうことになると。いやー、これはね、とんでもないバックアップと言わざるを得ないでしょう。具体的な競りの結果はこちらになっておりまして、パンサラッサシンジゲートっていう名前でね、購入されたわけですけれども。いやー、ほんと、すごいラインナップですよ。最高額の馬は、1億2000万円にも上ると。この金額は全体で言ってもトップ10に入る金額っていうことになると。その実績も素晴らしくですね。こちらがブラックタイプになるんですけれども、現役時代に2歳の1400メートルの重賞勝ち、そして VRC オークスという G1 でも3着があるという馬になるようです。まだ現役上がったばかりの6歳馬ということでね、まあ、やはり価値の高い一頭ということは明らかでしょう。まあそれ以外の馬も全13頭全てがですね、1000万以上で取引された年齢も若い優良なね、繁殖牝馬ばかりということで、いや、どれだけね、そのパンサラッサをオーストラリアで成功させようっていう思いが強いか分かるんじゃないかなと思います。で、気になるね、その馬主さんが誰なのかっていう話なんですけれども、それがですね、こちら中国人馬主の張さんという方になります。まあ、正式な読み方はね、また違うかと思うんですけれども、まあぜひね、本当覚えておいていただきたいお方でして、日本でも少ない馬を走らせてますけど、本当世界的に見たらとてつもない勢いを誇る馬主さんっていうことになっておりまして、それこそですね、一昨年エリザベス女王杯に来日したマジカルラグーン、アイルランドのオークス馬もですね、所有されていた方っていうことになります。まあただ本馬のような現役馬以上にですね、まあ、とてつもない勢いで加速しているのが、まさにこの生産部門ということになっておりまして、まあ、ほんとすごい数のですね、世界からの名繁殖っていうのを購入してるんですよね。もう何度もですね、ジェアーズさんの方で記事になってるわけなんですけれども、まさにそのね、日本の繁殖牝馬も高く評価しておりまして、繁殖セールでもうとてつもない数買ってるんですよね。一昨年のノザンミックスセールでは、一気の13頭買いと、それこそですね、ドゥレッツァを輩出したモアザンセイクリッドがね、破格で購入したのもこの方っていうことになります。他にもね、ジェンテルドンナのドナブリーニ品系や、スワーブリチャードのピラミマ品系とかね、デイブドスカー品系など、まあ本当日本でね、活躍目覚ましい品系の馬たちっていうのを、まあ爆買いされていたと。日高においてもね、重賞勝ち馬クリスマスなんかもどうやらこの方の購入になったようです。この名義では他にもロンドンブリッジの品系なんかもね、購入されていたりしまして、まあ、日本の誇るね、名品系が続々とこの方に渡ったわけです。まあ、ですから、相当ね、日本の血統を高く評価していただいているのはわかるんですけれども、ただそれ以上にですね、それを、まあ、助長させるというか、いや、本当に評価してくれてるんだなって思うのが、この方はその、スタリオン勝馬っていうのもですね、自分で所有しておりまして、それがね、まあ本当に日本愛に溢れたラインナップとなっております。こちらですね。ユーロンスタッドという名前でね、スタリオンになるわけですけれども、なんとその期待されているうちね、もう日本人ファンにとっては馴染みの名前が揃います。まずは動画でも紹介したロードカノラの後継、タガロア、そしてそのパンサラッサに、さらにあのダイアトニックもですね、起用しているのはこの牧場。
ていうことになります。まあ、つまりは8頭中3頭がですね、まあ、ロードカナロア後継ということになると。いやー、これはね、まあ、明らかにちょっと意識しての投入っていうところは感じますよね。まあ、それこそダイアトニックも日本で言えばですね、まあ、G1 勝っていない、さらに言えば短距離の重賞勝ち馬ってなってくると、まあ、やっぱり日本だとなかなか需要を集めづらいところ、商売入りするかどうかも結構ギリギリなラインだったと思うんですけれども、ただやっぱりね、オーストラリアっていう意味で言えば、まあ、この実績、そしてこのロードカナロアの後継っていうところはね、まあ、十分評価できるものだということで、本場についても大きなバックアップっていうのをしていくようでですね、こちらもそのマネージャーさんのツイートによるとですね、なんと初年度の体付けは180頭超えっていうことになっております。もうこれはね、 G1 勝利のない新勝馬の中では頭数もそして質も圧倒的に世界一っていうことまでおっしゃっております。また同じスタリオンにルトゥンタイクーンっていう、こちらね、もうオーストラリアのリーディング級の勝馬がいるんですけど、まあその馬が高齢のためね、本馬に流れてくるケースっていうのも一部あったようです。まあほんとね、大きすぎるバックアップっていうことになるでしょう。日本に留まっていたらね、やっぱり質量揃いづらいっていう環境ではあったでしょうからね。パンサラッサも、まあ、やっぱりマンクチっていう状況にはなっていなかったですし、まあそれこそ1億円を超える量だね。もう車大級の質のバックアップを受けられてるかどうかっていうのは、まあ微妙なところでしょう。まあですから本当ね、現役時代と同様に日本以上に世界的な活躍を見せてくれる可能性っていうのはね、いや十分ある、この大いなるバックアップとなってるんじゃないかなと思います。我々は日本の血統が生み出すものに絶大な信頼を寄せていますと、そこまでねおっしゃってくれていると。まあ特にやっぱりロードカナロアっていうところが大きいでしょうね。まあ大前提としてやっぱり短距離でね、 G1 を勝ちまくった馬ですし、やっぱり香港での G1 も勝ってますから、そういった産駒の需要も見込めるっていうところもありそうですし、競走馬であれ、勝馬であれ、繁殖牝馬であれ、日本の馬には投資する価値がありますと。いや本当にね、この間のアメリカの方のオルフェーブル産駒購入もありましたけど、もうそれよりもずっと前からね、まあ大きな日本競馬への評価をしてたのが、まあこの張さんっていうことになるのかなと思います。ただもうちょっと心配になるぐらいのね、流出具合ではあるので、逆にちょっと日本のね、質の低下が心配になってしまうようなレベルではありましたけれども、ちなみにその単位付け料で言うと、日本だとパンサラッサ300万円なんですけれども、オーストラリアだとまあ約165万円と、まあ半額近くの値段で供与っていうことになるようです。ダイアトニックが138万円で、まあ、30万円も差がないっていうのはやっぱりね、まあ、短距離の需要の大きさを感じるところですね。あれだけね、賞金で言えば、そして G1 の数で言ってもぶち抜いてるパンサラッサがこの価格っていうのは、ちょっと日本感覚で言うとギャップを感じるところじゃないかなと。まあ、あとは成長型的なところもあるのかもしれないですね。これは2頭ともそうですけど、やっぱ2歳戦、早熟性をとにかく重視する国ですから、基本この馬たちはやっぱ晩成古馬になってから本格化した印象のある馬たちではあるんでね、まあ、そこが若干やっぱロードカナロアの特徴でもあるので気になるところではありますけどね。まあでもそういったところも補えるようなね、ほんと優秀な繁殖牝馬たち揃えてくれたということだと思いますから、いや非常に楽しみだなと思います。 G1 馬輩出したモーリス、里のアラジンもね、ニューエージーランドで頑張りましたけれども、それに続く活躍っていうのを大いに期待できるでしょう。ちなみにこのユーロンさんはパンサラッサ名義でもこれだけ馬購入されましたけど、完全その張さんの個人名義ではですね、なんとこの競りの最高額6億8000万円にも上る馬なんかも購入を決めております。もうクールマーや、そしてノーザンファームもですね、この競りには参戦したっていうことが判明しておりまして、まあそれもそのはず、衝撃のですね、G1 10勝馬ということになります。まあそれこそね、数で言えば、ロマンティックウォリア級のレジェンドとも言えるわけですけれども、まあこのクラスのレジェンド牝馬がね、競りに出されるっていう時点でちょっと驚きでなんですけれども、まあそこにやっぱり目をつけた世界的なね、屋上のクールマー、そしてノーザンファームが参戦した中で勝ち切るっていうんですから、まあ凄まじい資金力と情熱でしょう。他にも2億1億超えホースバンバン購入されておりまして、まあもう完全なるこの競りにおけるリーディング購入者っていうことになるでしょう。まあこの馬たちはパンサラッサ用の繁殖ティンバっていうわけではないのかもしれないんですけど、まあでもそれこそね、リトゥンタイクーンの事情によってはまさかのこの6億円ホースがダイアトニックや
パンサラさんに回ってくるっていう可能性もあるのかもしれません。まあとりあえず言えることはですね、もうとてつもない超大物馬主さんから日本の商馬たちがですね、大きなバックアップを受けているこの状況っていうのはなかなかすごいことなんじゃないかっていうことですね。まあもちろんね、日本での参加の活躍もまた矢壁さんのところでね、走る馬なんかも見てみたいところですけれども、現役時代同様それ以上に世界の舞台で大きな活躍っていうのを見せてくれるかもしれません。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。